アメリカ合衆国の死は、アメリカ合衆国が憲法で13植民地を統合した時に初めて生まれてきたということができる。それ以前については、インディアン社会に根強くあった交渉が死になぞらえられることが多い。植民地初期の作品の多くは、当時のイギリスの死を雛形型にした、隠立、用語選択及び主題によっていた。しかし、19世紀に明らかに、 アメリカ的言葉遣いのものが現れ始めた。19世紀後半には、ウォルト・ホイットマンが海外でも熱狂的な読者を獲得していた。この頃に、アメリカ合衆国の死は英語によるアバンギャルドの前線にその地位を築き始めた。その地位は20世紀に入っても持続し、第一次世界大戦の頃にはおそらく、エズラ・パウンドや T.S. エリオットが、 最も影響力ある英語の詩人となるまでになった。1960年代には、イギリス詩復興運動の中で、若い詩人たちがその書きたいと考える種類の詩について、アメリカの東大のものや先人をモデルとみなすようになった。20世紀の終わりを迎えて、アメリカの詩に対する評価は多様化し、学者たちは、女性詩人やアフリカ系、ヒスパニック系、 メキシコ系やその他のサブカルチャーに属するものの作品に注目するようになった。全国の高等教育施設の英語学科に創作文芸コースが普及するにつれて、死やその他の文芸の専門性は高まる傾向にもある。フィリス・ホイートリー1490年代以降、イギリスがアメリカと接触する機会が増えるにつれて、探検家たちはその新世界に関する 報告書に因文を含めることがあった。アンブラッド・ストリートが最近アメリカに現れた10人目の指針をアメリカで書き、イギリスで出版された1650年までに、そのような分類でアメリカの詩人と呼ぶことのできるものは少なくとも14人いた。彼らは実際にアメリカに行ったことがあり、その程度に違いはあるものの、アメリカについて詩や因文を書いた。 初期の例としては、探検家、ジョン・スミスが1616 16年に確かに、好戦的な性格に基づいて、証言的な歌を書いており、また1625年のウィリアム・モレルによる、ノバー・アングリアすなわち、ニュー・イングランドは、アメリカの気候から一別した先住民の女性まであらゆることの因立による、カタログになっており、イギリスの支配のために、悲しく寂しい女性の痩せていく姿としてこの国を、 特徴づける、弱く指摘な、起草誌あるいは、フィクションで形作られている。続いて1627年5月には、イギリス西部のアウトドアマンで、弁護士、文筆家かつ、植民地冒険者であった、メリーマウントのトマス・モートンが、ケガー公益プランテージョンでの、より大きな成功を祝い発展させるために5月柱を、縦、歌ポエムと、歌ソングを貼り付けた。一つは、 イギリス人とインディアンが共に集い、アメリカの成功のために交易をすべきであるという、濃厚に文学的な考慮であり、もう一つはやはり、アメリカ的な岩畜にあふれた軽い酒飲み歌だった。これらは、モートンの他のアメリカ史と共に1637年のニューイングランドの楽園という本にまとめられて、出版された。このことでモートンはアメリカで、 最初の英語による詩人と位置づけられている。イギリス領植民地で最初に記録された詩人の一人がアンブラッドストリートであり、英語で書いた女性詩人として最も初期の一人となっている。彼女が生きている間に出版した詩は宗教と政治を主題にしている。また家庭と家族生活や夫に対する愛情を優しく喚起するものも書き。 その多くは20世紀まで出版されることはなかった。エドワード・テイラーは初期植民地時代には通常に見ることのできたコードに鍛えられた刑事上司の形態でピューリタンの美徳を解説する詩を書いた。こうしたピューリタンの倫理という限定された主題が17世紀と18世紀初期の植民地で書かれた詩の大半の基調となっていた。ニューイングランドで出版された最も初期の 非宗教的な詩は、サミュエル・ダンフォースの1647年から1649年にかけての年間にあるものであり、ケンブリッジで出版された。これには、ハンジモノ詩と共にイモム詩、ハト、地震及びハリケーンに関する詩も含まれていた。ダンフォースは詩人であると同時に、ピューリタンの牧師でもあり、精神的なメッセージから遠ざかるものではなかった。 植民地時代の目立ったアメリカ女上司の書き手として、もう一人、ドレのノ・フィリス・ホイートリーがいる。その詩集、様々な主題、宗教、道徳についての歌は1773年に出版された。彼女は少なくとも植民地では当時の最もよく知られた詩人の一人であり、その詩は当時のニューイングランド文化の典型的なものである。 宗教的あるいは古典的な観念に思いを巡らせるものである。18世紀にはその死に合う主題としてアメリカそのものが注目されるようになった。この傾向はフィリップ・モーリン・フレノーの作品で最も顕著である。フレノーはその著作の中でインディアンに対する異常なくらい同情的な姿勢でも著名であり、時にはイギリス系アメリカ文化や文明に対して懐疑的な考察もある。 しかし、基本的に植民地で書かれたものから予想されるように、この植民地後期の詩人は外して形式や公文では、いくらか古い様式をとっており、イギリスのウィリアム・ブレイクや、ロバート・バーンズの時代にアレキサンダー・ポープや、トマス・グレーの手段や方法を採用していた。全体的に見ると、アメリカ植民地における詩の発展は、植民地自体の発展を映していた。初期の詩はまず第一に、 開拓地を生んだピューリタンの概念の一体性を保存する必要性に支配されていた。入植者が自信をつけていくと彼らが各市は次第に独立への意思を反映するようになった。こうした主題の変化は控えめに言っても文体には反映されず文体は保守的な傾向を崩さなかった。これはアメリカの詩人が英語詩の発展の中心であるロンドンから物理的に 離れて創作を行っていた結果であると見ることもできる。ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェロー、1873年、ウィリアム・カレン・ブライアントが独立したアメリカ合衆国では、初めての重要な詩人であり、その偉大な貢献は、プレーリーや森林の雄大さについて熱狂的な詩を書いたことだった。その他19世紀初期から半ばまでに現れた著名な詩人としては、 ラルフ・ウォルド・エマソン、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェロー、ジョン・グリーン・リーフ・ホイッティア、オリバー・ウェンデル・ホームズ、ヘンリー・デイビッド・ソロー、ジェームズ・ラッセル・ロウエル及びシドニー・ラニーがいた。この時期から予測されるようにこれら詩人の作品は、当時のイギリスの詩人の作品とは区別できるようなはっきりとしたアメリカ人の考えを共通して求めたことで結びつけられている。その目的のために、 彼らの詩の材料として生まれた国の景色や伝統を探索した。この傾向の最も重要な例はロングフェローによるハイアワサの歌であろう。この詩は1836年から1841年までミシガン州のインディアン問題監督官を務めたヘンリー・ロースクール・クラフトが集めたインディアンの物語を使っている。ロングフェローはおそらくイギリスの死刑を避けるために フィンランドのジョージ氏、彼らの陰律の模倣もした。その結果としての死は大衆には受けたが、アメリカの死の将来へのモデルとはならなかった。エミリー・ディキンソンこれらの詩人を同時代のイギリス詩人と区別させた。もう一つの要素は、詩人で哲学者のエマーソンやソローの超越論的哲学の影響だった。この超越論的哲学の影響は、 ウィリアム・ワーズワースやサミュエル・テイラー・コールリッチに始まるイギリスのロマン派に連なるものであり、明瞭にアメリカ的な特徴である。疑いもなく、超越論的哲学の設立者であるエマーソンは、若い時にイギリスを訪れて、これら二人のイギリス詩人や評論家にして、歴史家のトーマス・カーライルと出会っていた。ロマン派が改革後のイングランドで、ビクトリアニズムに変遷する一方で、 アメリカでは1830年代から南北戦争にかけての時期により活力のあるものに成長した。エドガー・アラン・ポーはこの時期にアメリカの外で最も認められたアメリカ詩人だった。フランス、スウェーデン及びロシアの様々な作家がポーの作品に大きな影響を受け、その詩、オーガラスはヨーロッパを席巻し多くの言語に翻訳された。 20世紀のアメリカ詩人、ウィリアム・カルロス・ウィリアムズは、ポーについて、アメリカの詩が固定された、唯一の固い地盤だと語った。ウォルト・ホイットマンアメリカ合衆国における、真に、アメリカ固有の英語詩として最後に現れたのが、ウォルト・ホイットマンとエミリー・ディキンソンという二人の詩人の作品である。表面上この二人の詩人は似ても似つかないものである。ホットマンの長い行は、 近帝約聖書の因律から生成され、その民主主義的包括性は、プロテスタントの成果から得られた、ディキンソンの濃縮された言葉遣いと短い行及び、伝説とは激しい対象を成している。彼らを結びつけるものは彼らに共通するエマーソンへのつながりであり、彼らの想像力の大胆な創造性である。この二人の詩人は、アメリカのシノ二大作風の誕生を代表するという、 ことができる。すなわち、ホイットマンの自由な因律と直接感情的な表現と、ディキンソンの格言的曖昧さと皮肉であり、どちらも20世紀のアメリカ史に豊富に痕跡を残すことになった。これら言葉遣いの発展は、エドウィン・アーリントン・ロビンソン、スティーブン・クレイン、ロバート・フロスト及びカール・サンドバーグのような詩人の作品を通して辿ることができる。 その結果、20世紀が始まるまでに明らかに新しい歌の流派の外郭がはっきりと見えるようになった。この新しい作風は19世紀のフランス史の研究と組み合わされ、アメリカが20世紀の英語近代史へ参画していく基盤を形成した。エズラ・パウンドと T.S. エリオットが当時の指導的詩人だったが、他にも多くの詩人が重要な貢献を果たした。その中には、 ガートルード・スタイン、ウォレス・スティーブンズ、ウィリアム・カルロス・ウィリアムズ、ヒルダ・ドゥ・リットル、アデレード・クラプシー、マリアン・ムーア、E.E. カミングス及びハート・クレインがいた。ウィリアムズは、同時代の誰よりも、アメリカで話されている英語を自由詩自由率のリズムと融合させるように工夫したことで、後の多くの詩人たちに規範となった。これらの詩人たちが疑いなく、 ハイモダニズムを代表する存在であった一方、20世紀初めの3分の1におけるアメリカの他の詩人の動きはそうではなかった。この中で最も重要な者たちは、新批判主義と呼ばれるようになるものと関連があった。これには、ジョン・クローランサム、アレン・テート及びロバート・ペン・ウォーレンがいた。その他当時のアーチボルド・マクリーシュのような詩人は、モダニズムの技術を実験したが、 より伝統的な処方の方に惹かれてもいた。モダニズムの明かりは、客観主義者として知られる、詩人集団によって1930年代に引き継がれた。これには、ルイス・ズコフスキー、チャールズ・レズニコフ、ジョージ・オッペン、カール・ラコシ、そして後には、ロリーン・ニーデッカーがいた。客観主義者の先週に掲載された、ケネス・レクスロスは、 マドリング・リーソンと共にサンフランシスコルネッサンスの先駆者だった。客観主義者の多くは新しい移民の都市社会の出身であり、この新しい経験と言語の脈が成長するアメリカの文体を豊かにした。他にもアメリカの文体を豊かにしたものは、ラングストン、ヒューズやカウンティ・カレンのようなアフリカ系アメリカ詩人がアメリカ詩の主流の中に現れたことだった。 アーチボルド・マクリーシュは、ジョン・ジルス・ピー・マギー・ジュニアを、最初の戦争詩人と呼んだ。第二次世界大戦では、新しい世代の詩人たちが現れ、その多くは、ウォレス・スティーブンスの影響を受けていた。リチャード・エヴァーハート、カール・シャピロ、ランドール・ジャレル及びジェームズ・ディッキーはすべて、従軍の経験から得られた詩を書いた。さらにエリザベス・ビショップ、セオド・アレトケ及びデルモア・シュアルツと共に、 伝統的に隠律詩で書くことの多かった前の世代と対照的な詩の世代を構成した。戦後、多くの新しい詩人と詩の運動が現れた。ジョン・ベリーマンとロバート・ローウェルは、告白詩運動と呼ばれることになるものの指導的存在であり、シルビア・プラスやアンセクストンのような後の詩人に強い影響を与えることになった。ベリーマンも、ロバート・ローウェルも、 モダニズムと密接に関わっていたが、ローウェルが調理されたといったように意識的かつ注意深く作られた主題と様式として自身の経験を探索することに主な関心を抱いた。デニーズ・レバトフ対照的にビート・ジェネレーションの詩人としてジャック・ケルワック、アレン・ギンズバーグ、グレゴリー・コルソ、ジョアン・カイガー、ゲイリー・スナイダー、ダイアン・ディプリマ、 アミリバラカ及びローレンス・ファーリンゲッティのような詩人がおり、明らかに生のままだった。時には極端な形態をとり、1950年代と1960年代のよりオープンでリラックスし探求する社会を反映し、ビート世代はおそらく他のどの集団よりもアメリカの文体の垣根を民衆の話し言葉の方向に押し出した。これと同じチャールズ・オルソンの指導の下に、 ブラックマウンテンの詩人たちがノースカロライナ州アシュビルのブラックマウンテンカレッジで活動していた。これらの詩人たちは開かれた形態ではあるがビートよりもかなり計画的な方法での可能性を探求していた。その主要な詩人としてはロバート・クリーリー、ロバート・ダンカン、デニーズ・レバトフ、エド・ドーン、ポール・ブラックバーン、ヒルダ・モーリー、ジョン・ウィーナーズ及びラリー・アイグナーがいた。 彼らはその詩に対するアプローチをオールソンが1950年に書いた、追筆投影する歌に基づいており、そこでは詩の一行に基づいた形態、人の息継ぎに基づく行、及び一つの認識が直接別の認識に導かれるように並列された認識に基づく書き方を要求していた。ブラックマウンテンに関連付けられることの多いその他の詩人としては、 シット・コーマンとセオドア・アエンスリンがいる。ただしこの二人は客観主義者の直接の後継者として見る方がおそらくは正しい。またかつてブラック・マウンテン・カレッジに在籍したことのある作曲家で詩人のジョン・ケージやジャクソン・マックローは偶然性の技巧に基づく詩を書いた。彼らは善意やだだ及び不確定性の科学的理論に啓発されて1970年代アメリカの アバンギャルドに重要な影響を与えることになった。ビートの詩人とブラックマウンテンの数人の詩人はしばしばサンフランシスコルネッサンスに影響を与えたと考えられている。しかし、前述のようにサンフランシスコはケネス・レクスロスやマドリング・リーソンのおかげで1930年代から実験的活動の中継点になってきた。この場面に関わったその他の詩人としては チャールズ・ブコースキーやジャック・スパイサーがいた。これらの詩人はその時代に話されている文体と独創的形態の実験とを結びつけようとした。ジェローム・ローゼンバーグは民族史における作品でよく知られているが、ロバート・ケリー、ダイアンはコースキー及びクレートン・エシュルマンのような詩人の作品を表現するために深いイメージという言葉を作り出したものでもある。深いイメージという語は、 象徴主義の万物賞王論及び特にスペインの詩人フェデリコガルシーア・アロルカの作品に触発されたもので後にロバート・ブライによって取り上げられ広められた。深いイメージの潮流はパブロネ・ネルーダ、セザール・バレホ及びトーマスト・ランストロンメルのようなラテンアメリカやヨーロッパの詩人の新約を促し優れて国際的なものとなった。 この潮流に関わるようになった詩人としては、ゴールウェイ・キネル、ジェームズ・ライト、マーク・ストランド、および WS、W.S. マーウィンがいる。マーウィンとカリフォルニア州の詩人ゲイリー・スナイダーは、環境と生態に興味を持った詩人としても知られている。ジョン・アッシュベリー小出版社詩人が1950年代遅くに、サンフランシスコのベイエリアに浮上した、もう一つの影響力あり、折衷的な詩人集団であり、 現在も活動している。編集者は自身も詩人で極めて独立思考が強く、そうでもしなければ気づかれないままとなってしまったであろう。詩人の作品を低予算の観光物や本で編集し、出版した。この仕事は形式的な詩から実験的な詩まで幅があった。ジーン・ファウラー、A.D. ワイナンス、ヒュー・フォックス、街角の詩人で活動家のジャック・ヒル・シュマン。 ポール・フォアマン、ジム・コーン、ジョン・ベネット、スティーブン・モース、ジュディエル・ブレッケ及び FN ・トルベックが小出版社詩人の伝統を積極的に引き継いでいる者たちの中にいる。多くの者はその配布可能性としてウェブという新しいメディアを使うようになった。アメリカの西海岸でサンフランシスコルネッサンスや小出版社詩人運動があったように東海岸では ニューヨーク学派が生まれた。この集団は、毎日の経験を、日常の言葉で直接話しかける詩を書くことを目指し、ビートの同世代の作品と対照的な都会的基地と、優美さのある詩を生んだ。この集団の指導的詩人は、ジョン・アッシュ・ベリー、フランク・オハラ、ケネス・コック、ジェームズ・スカイラー、リチャード・ハワード、テッド・ベリガン、アン・ウォルドマン、およびバーナデット・メイヤーである。 この集団の中で、特にジョン・アッシュ・ベリーは、近年の死団に決定的な影響力を発揮しており、多くのものから第二次世界大戦以降のアメリカの最も重要な詩人とみなされている。アメリカ合衆国の死の最近30年間は、多くの集団、学派及びトレンドが出現しており、それらの重要性は、今でも続いている。アンドレコドレスク1970年代には、 シュルレアリスムに対する関心の復活があり、この分野で活動した著名な詩人としては、アンドレイ・コドレスク、ラッセル・エドソン及びマクシン・チェルノフがいる。ビートやヒッピーが出てきたことから演じる詩が現れ、デイビッド・アンティンの話す詩やローゼンバーグによって、演じられた儀式的な出来事は多文化主義と、多様な文化から、幅のある詩を受け入れる重大な詩の立場となった。これが、 アフリカ系アメリカ人による死に対する興味の一般的成長を映し出した。その詩人としては、グウェンドリン・ブルックス、マヤ・アンジェルー、イシュマエル・リード、日記・ジョバンに及びレトリック・ヒューズがいる。また別の詩人集団として、言語学派が1930年代のモダニズムと客観主義の伝統を引き継ぎ拡張してきた。この集団に関わった詩人としては、リー・ン・ヘジニアン、ロン・シリーマン、 ボブペレルマン及びレスリー・スカルピーノがいる。彼らの詩は断片的で意味慎重であり、文法を無視したところもあり、時には異なる文献や慣用句から文を混ぜたりして、ある意味で抽象的、序情的また高度に滑稽にもなる。言語学派の批評家は意味や文脈を捨てることでその詩はことわざにある。 タイプライターを持った無限に部屋いっぱいの猿によって書かれたもののようにもなると指摘した。言語学派は女性の比率が高く、初期と東大の女性詩人によって書かれた詩の再発見と進行というもう一つの一般的トレンドを映し出している。最も著名になったアフリカ系アメリカ人詩人の多くは女性であり、その他の著名女性詩人にはアドリエンヌ・ヌリッチ、 ジーン・バレンタイン及びエミー・ワースラーがいる。ウィリアム・カーロス・ウィリアムズはアメリカ合衆国の詩人。エズラ・パウンド、T.S. エリオットに被見する20世紀アメリカを代表する詩人とされ、その創作はモダニズム、イマジズムと関連付けられて紹介されている。ブラスキはガルシラ・ソデラ・ベガのエクローグについての詩論を書き、またエンパイア・オブ・ドリームスというオマージュの詩集も出した。 1960年代には伝統ある古典的形態の詩が流行から取り残されていったが、女子詩、サンドーバーデの変化する光の著者であるジェームズ・メリルやイギリス生まれでサンフランシスコ在住の詩人トムガンのような偉大な形式技術のある詩人によって生命が保たれている。1980年代と1990年代には伝統的形態に対する興味が再登場し、 ニューフォーマリズムあるいはネオフォーマリズムと呼ばれることがある。これには、モリー・ピーコック、ブラッドリー・ソーサー、ダナジ・オヤ及びマリリン・ハッカーといった詩人がいる。積極的に発言するニューフォーマリズムの詩人の中には、インリッチへの復帰と、より固定された客員が、新しいアバンギャルドになると宣言している者も,もいる。 その批評家は時としてこの伝統主義は、ロナルド・レーガン時代の保守政治と関連付け、ジオイヤを全米芸術のための基金会長に指名したことを挙げている。しかし、ニューフォーマリズムのより最近の例は、言語史のより実験的な領域と重なっていることもあり、どちらの学派も次第に詞の主流に吸収されていくと示唆している。この期間に、 よく知られたアメリカ史運動と形態との結びつきを拒否し、詩人で文学批評家のロバート・ピーターズのように大きな独立した声もあった。ビクトリア朝時代のイギリス詩人、ロバート・ブラウニングの詩的独白に大きく影響されて、その狂人オーバイエルンのルート美ヒニセイのように独白的人物を人気のある一人芝居に仕立てることで評判になった。アリク・ソルソン最近2年間では、 シのスラムという形態でビート詩の交互様式が復活した。シカゴの建設労働者マーク・スミスによって1984年に考案され、題目や刺激性、わかりやすさのある書き方を強調する詩の朗読を聴衆が判定する回だった。シのスラムはアリックス・オルソン、テイラー・マリおよびソウル・ウィリアムズなど、新しい世代の詩人と交互の朗読者に門戸を開いた。 多くのオンラインのジャーナル、ミニコミ、ブログなどのサイトができるとともに、市は Web 上でも重要な存在となった。しかし、外して市は主流からは外れてカレッジや大学のキャンパスに入っていった。大学院生の創造的書き方プログラムの人気が高まり、詩人には教師として生きる機会を与えた。このことは専門家を助長し、 主要な出版社や雑誌が子を出版することに躊躇するのと組み合わされて少なくとも近い将来には詩が学問の世界で新しい寄り所を生み出す可能性を意味してきた。ありがとうございます。